オデッサオペラバレー劇場は、ウクライナで最も古い歌劇場である。建設当時、オデッサは、もちろんウクライナで最高級の劇場であった。この劇場とポチョムキンの階段とともに、オデッサで最も有名な建物である。最初のオペラハウスは1810年に建設されたが、1873年に、火事で消失した。現在の建物は、 1887年に建築家、フェルディナント・フェルナーとヘルマン・ヘルマーの指導のもと、ウィーンのバロック様式で建てられた。劇場は、フランスのロココ後期様式による建築である。現在の建物は、フェルディナント・フェルナーとヘルマン・ヘルマーによって、ネオバロック様式で建設された。豪華なオーディエンスホールの建築は、後期フランスのロココ様式を踏襲しています。 バテー型に設計されたホールの独特の音響により、演奏者はステージからホールの任意の場所に囁くような低い声のトーンを届けることができる。劇場の最新の改修は2007年に完了した。イリン、ニコラス・ブイ、エド、オデッサ・メモリーズ、エッセイ・バイ・パトリシア・ファーリヒ、コントリビューションズ・バイ、ベルカウフマン、オレングーバル、アンド・アレクサンドル・ローゼンボーム、シアトル、 ユニバーシティオブワシントンプレス、P13 ISBN、ISBN0-295983450、HTTPS、アーカイブ、ORG、ディテールズ、オデッサメモリエッサレーレーニコ、ページ、13。ありがとうございます。